世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。皆さんにとって旅行の醍醐味といえば何でしょうか？風光明媚な景色や歴史ある建造物の観光、現地の人との交流や名物料理に舌鼓と楽しみはたくさんありますが、その一つにお土産の購入がありますよね。その地ならではの特産品やご当地コラボ商品など目移りする品が多いですが、中でも脈々と受け継がれた技術の粋を集めた伝統工芸品には目を見張るものがあります。そしてこの伝統工芸品に魅了されるのは私たち日本人だけではありません。今回はメイドインジャパンの素晴らしさをみんなも見てくれと紹介された様子に、海外の人たちから感激の声が寄せられ話題になっていましたので、ご紹介していきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。話題になっていたのは、イギリスと日本を拠点に活動する映像作家ジョー・アラムさんが石川県と岐阜県の観光協会と組んで制作した伝統工芸を紹介するドキュメンタリー動画。落ち着いた音楽とともに美しい日本の伝統工芸、そして人々を紹介しています。また美しい季節感ある景色や風景も紹介されており、日本ならではの奥ゆかしさを存分に味わえる心安らぐ映像になっています。そしてアラムさんが実際に伝統工芸に触れ難しいという顔をする一面も。映像の舞台となった石川県と岐阜県は日本の伝統工芸の中心地として知られていて、象徴的な工芸品の数々が作られています。アラムさんが体験するとともに紹介されていましたので、それぞれ見ていきましょう。金沢の金箔。金沢は日本でも歴史豊かな地であり、美しい自然や美味しい食べ物、インスピレーションをかきたてられる日本庭園があります。そしてこの町は金箔が有名で、なんと日本の 99% の金箔を製造。金箔は1000分の1ミリの薄さで、手から発せられる熱で動いてしまうほど繊細な一品。輪島塗。石川半島の輪島は輪島塗で有名で、アラムさんが訪れたワークショップは職人さんの家の裏手にあるもの。ここで作られている製品はほとんどが小売用ではなく注文製品。製品は1年がかりで120以上の工程を経て作られており、この職人さんの家だけでも800年以上にわたり技術を受け継いできているそうです。アラムさんは動画の中で、仕事と生活が絶妙なバランスで成り立っている、この家に入れるということ自体がとても貴重な体験で、60年前に作られたというお椀で食事をしたけど、まるで新品同様の美しさで感動したよ。お椀作りの彫刻を体験してみて、自分はデザイナーでパッケージのデザインなんかをしていたから大丈夫だろうと思っていたけど、全然そんなことはなかったんだ。先生に手伝ってもらってなんとか形にすることができたんだと、貴重な体験ができた喜びを語っていました。加賀友禅。日本が誇る着物も数百年前までかなりシンプルなデザインが主流でしたが、18世紀に宮崎友禅斎が絹に絵画の技法を用いて染める手法を考案。そしてもともと加賀にあったお国染めとの技術が合わさり、加賀友禅として確立されたとのこと。加賀五彩と呼ばれる深みのある5つの色を使った伝統的な彩色はとても趣のあるものです。九谷焼。今や世界中にファンがいる日本食、それらを彩る食器の数々にもこだわりがありますが、中でも九谷焼は現在も天然の塗料を使って作られているこだわりよう。アラムさんも彩色体験を行っていましたが、特殊なコーティングがされた器は手で触れることはできなく、その色付けには苦労したようです。郡上八幡の藍染め。郡上八幡は水が豊かで綺麗なことで知られており、藍染めの本場でもあります。
日本では古くから親しまれてきた象徴的な染色技である藍染め。この藍色は植物や有機物の発酵によって得られるものです。染色工程はどれだけ長く染料につけるのかではなく、酸化によって決まる化学反応とのこと。アラムさんも藍染め体験にはとても感動したようで、藍染めは日本を旅した中で最も印象的だったものの一つ、工程を体験できたのは非常に嬉しかったと語っていました。美濃焼。岐阜県多治見市を訪れたアラムさんは、白天目と呼ばれる陶器で知られる草の頭窯の青山さんを訪問し、数百を超える食器が並んだ工房に大感激。実際に陶器を作っていく工程も見学し、製作に使われているのが昔からある道具だけで、唯一近代の道具と呼べるものは水を入れるバケツくらいだった。ろくろを回す枝なんて庭から持ってきたものなんだよ。その昔ながらの技法に驚いていました。関刃物。関市は刃物の町として知られています。前からずっと自分で包丁を作ってみたかったけど、時間がなかったので今回は組み立てと研ぎだけだったけど、ダマスカス模様が大好きだから手に入れることができて本当に嬉しかったよと満面の笑みで語るアラムさん。他の工芸品と比べると産業化されている面もあり、繊細なアプローチをとっているわけではないものの、最終的に出来上がった製品は非常に繊細で、日本の工芸品の別の一面を見れるとも語っていました。大垣のマス。マスはもともと米の量を測るのに使われていて、現在では主にお酒を飲む容器として馴染み深いもの。そしてその素材にはヒノキが使われています。もともとお風呂場の素材にも使われるほど湿気に強いヒノキはマスを作るのにぴったり。マスでお酒を飲まれたアラムさんは、香りがすごい、まるでヒノキそのものを食べているみたいだと絶賛するほど、その素材の魅力を生かす技法に感激。このように数々の伝統工芸、それに携わる職人さんに触れ、日本の文化を堪能されていました。この映像を見た海外の人たちからは、日本独特の雰囲気、高度な技術、奥ゆかしさに様々な声が上がっていましたので、ご紹介していきます。海外の反応。全てが美しい。美しすぎるよ。日本の景色、工芸品はもちろんだけど、そこにある歴史、こだわりが素晴らしい。ほんとそうね。あーもう、早く日本に行きたくてしょうがないわ。私も友禅染めの体験をしたい。なんて美しいドキュメンタリーだろう。これを他の日本の地域でも作ってほしい。ここまで撮影者のこだわりが詰まったドキュメンタリーはなかなか他にないね。依頼されたから作ったわけじゃない。純粋に日本を堪能してるのが伝わるよ。日本の伝統工芸に対する最高の映画を見たようだ。自分で伝統工芸をした気持ちにさせてくれる映像に感謝したい。道端で物を売るおばあさんたちがとてもキュートね。日本はもっとビルばかりの都会だと思ってたけど、こういう和やかな場所もあるのね。日本にハマっていて、映像を作っている身として驚愕した。職人とその職人芸を職人的な映像技術で映しているという感じで、本当に素晴らしかった。こんなに素晴らしいものは久しぶりに見た。 YouTube はこういうもののためにあるべきだよ。まさか日本人が手作りで物を作ってるなんて驚いたよ。てっきり全てがロボット化されていると思ってたのに。あの職人さんたちがロボットって可能性がまだ残ってるから安心するんだ。本当にいい動画だった。日本の凄さを改めて見て取れたよ。あれだけ細部にこだわりまくってるから、日本が素晴らしいカメラを作っているのも納得したね。僕は東京に住んでるけど、日本の違った一面が見れてすごく楽しめた。
この動画で紹介してる地域は行ったことがないけど、前から行ってみたいと思ってる日本の隠れた名所だね。ぜひ行ってほしい。日本アルプスがあるから冬は特に行くのが難しいけどね。日本の海産物やお酒は最高だよね。街では最先端の技術が作られているけど、伝統的な風習も残ってるのがいいよ。日本の魂は全ての国が指針とすべきものだな。紹介してくれてありがとう。こんなに素晴らしい作品を見せられたら、日本に行くしかないじゃないか。もっと、もっと俺に日本の素晴らしい文化を紹介してくれ。日本の刃物は美しいね。それにしても、包丁であんなに切れるのかい？サムライソードだったらどうなっちゃうんだろう。以上が海外の人たちの反応です。大絶賛されている人が多い中、日本といえば東京のイメージが強いのか、ビルのない風景に驚かれている人もいらっしゃいました。日本の魅力の一つには風光明媚な自然の風景があり、アラムさんの動画の中でも出てきましたが、岐阜県の白川郷などは海外の人たちにも人気の場所の一つ。日本に来られた際にはぜひ日本の自然を堪能していただき、伝統工芸の技術の凄さに触れてほしいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。